はい、どうも。今、豊橋駅に、来てます。ここからね、2時間かけて東京に行きます。クイーン終わって、今から部屋に行きます。じゃあ部屋行ってきます。また3時まで。はい、ということでね、無事に、東京に着いてチェックインもできて、ホテルの部屋の方に、来ることができました。トータルで、2時間12分ぐらいだから、豊橋から東京までが、まあ、15分ぐらい歩いたんで、まあ、2時間半ぐらいでね、豊橋出て駅からここまで2時間半ぐらいで着いたのかなと思います。まあちょっと長かったけど、実は僕ね、今日の夜勤明けで来てるので、一睡もしてない状態で、まあ、新幹線乗っていたので寝ちゃいました。なので、まあ、2時間乗ってたっていう感じはしないですけど、まあ、2時間ね、半できたんだなと思います。なんかさっきまでね、豊橋にいたからすごい変な気分ですけど、まだね、今着いた分で何もねできてない状態なので、これからね、ちょっとシャワー浴びたり準備して、ちょっとね、東京の街に繰り出していきたいなと思います。それではまたその動画もね、いっぱいいっぱい出していくので、お楽しみにしておいてください。今回の動画はですね、豊橋から東京までの道のりを、来たよっていう、ね、動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。